坂本勝美は、日本中央競馬会、美穂トレーニングセンターに所属していた元騎手、元町教師。現在 JRA 競馬学校教官。1982年3月より、美穂、高木義夫級者所属の騎手候補生となる。1984年、騎手免許を取得し、同級者よりデビューする。坂本は、馬事公園長期騎手家庭の人物ではなかったが、 同期に相当する騎手は、木端初広、中立英治、井月光一、鹿戸祐一、谷中光一らがいる。3月4日、初騎乗となった中山競馬場での第一レースでは、合図に騎乗し発着だった。5月3日には障害競争に初騎乗した。5月20日に、東京競馬場で行われた第三レースを山岸レインで制し、初勝利を挙げた。 1985年4月6日に障害初勝利を挙げる。1988年東京障害特別を戦国ルビーに帰乗して制し、重傷初勝利を挙げる。1990年2月よりフリーとなり、9月30日のクイーンステークスをウィナーズゴールドに帰乗して制し、平地重傷初勝利を挙げる。1992年 6月8日に地方競馬で初騎乗する。1995年9月15日に地方で初勝利を挙げる。1997年海外レース初騎乗となったクイーンエリザベース2世カップはマイネルブリッジに騎乗し9着だった。1998年上教師免許を取得し2月28日付で騎手を引退する。 機種成績は JRA 通算3599,289勝、地方通算2 1 0 0 3勝。1999年3月1日付で12、馬房で9車を開業する。3月27日、初出走となった中山競馬場での第5レースは7番人気だったオリバーが発着となり、4月10日に中京競馬場での 第7レースを一番人気だったブランドキャリーが制死延べ3戦目で初勝利を挙げる。2000年3月27日に浦和競馬場で行われたマルチファイター特別を二番人気だったコリーナ・デルナが制死地方初出走で初勝利を挙げる。2006年12月10日に JRA 通算百0 0勝を達成。二千七年三月より草野太郎が 旧社所属でデビュー。12月16日、ルルパンブルーが中山競馬場で行われたフェアリーステークスに優勝し、長教師として初の重賞勝ちを果たした。2012年11月20日付で長教師を優待。その後、美穂文場上長を経て2015年10月より JRA 競馬学校教官に就任。ありがとうございます。